お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お願いします。いよいよあの、はい、フェスの夏来ましたけども、はい、どうですか。暑いっすね。でも楽しみですね。なんかフェスの感じがちょっと感じられるんで。今年フェスは先月名古屋で室内のフィリダムっていうフェスを出させていただきました。茨城はちなみに来たことってあるんですか。茨城は2018年ぐらいかな。もうロッキンで来て、それ以来ですね。イメージどうですか、茨城の。イメージですか、はい、イメージロッキンまだでもロッキンのイメージ強いですよ、僕の中で。実際来てみて、なんかこう道中とかでなんか感じました。いや、田舎だな、あーちょっと正直言うと寝てたっていうとこはラスト1時間寝てたんですよね。入り口見とけばよかったな。確かに、せっかくね、ちょっといろいろ見てて。そうですね、すみません、はい、で今日はあの差し入れとして、はい、茨城カレーっていうものを、茨城カレー、としみつさん差し入れしました。ありがとうございます。ちょっとあの食べてみて。こちらフェスグルメになってます。はい、はい、いただきます。これ噂によるとすべて茨城のものを使っているということで、豚が美名豚ですか、はい、美しい明るい豚。うわ、美味しそう。いただきます、はい、まずは普通にルーでいただきます。うん、うまい。こういうお祭りごとというかイベントごとで食うカレーはやっぱ一番うまいですね、うん、家で食うカレーの15倍ぐらいうまいです。まあ、暑い中食べるのまた美味しいですよ、ね、あ、そうですね。カレーも暑いんでどうかなと思いがちなんですが、いやいやいやと美味しいです。辛いのは大丈夫なの。辛いのはあんまりですね。あんまりですか。うん、このカレーは大丈夫そうですか。このカレーなら、うん、よかったです。いいです、はい、美名豚いいんですか。はい、美名豚いっちゃいます。ちょっとどうしよう、がっつりいっちゃおうかな。ちょっと白 T でこの後これで出るから、俺ここら辺にカレービチャビチャについてもステージ上がるかもしれない、うん、かぶりついちゃったいただきます。うん、もちもち、おいしい。だ、美名豚もう一枚入ってる。めちゃくちゃ美味しい。もちもちで甘みもあって素晴らしい豚です。お米も茨城ですもんね。さすが。結構でも自然豊かなイメージなんで、なんか野菜とかそういう豚ちゃんもそうですけど、なんかすごくいいものが育ちそうですね。いろんなものが結構やっぱり野菜とかもそうですね、茨城盛んなんで、うん、はい、名産は何なんですか。名産はメロンとか。あ、メロン。メロンは生産量日本一。え、あとはまあカレーに入ったレンコン、うん、あとさつまいももですね、結構、はい、有名です、茨城。はい、さつまいも大好き。レンコン食べちゃったんですけど美味しかったです。うん、なんかレンコンね、普通のレンコンより柔らかくて、ちょっとそれこそ甘みがあってシャクシャクするし美味しかったです。とっても美味しいカレーです、はい、あとはまあ、ここも海も近いですし、あの自然も豊かなんで、ぜひちょっと帰り道を景色を楽しんで帰ってください。わかりました、はい、あとじゃあ最後にあのファンの方に、あのこれからフェスとかも、出演されると思うので一言お願いします、はい。普段はですね、愛知県岡崎市を拠点に東海オンエアという YouTube グループで、緑色の人間としてね、活動しているんですけども、こうやって、ソロで音楽もやらせていただいているんで、もしよかったら自分の曲も聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。